僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村の提供でお送りします。2014年10月10日金曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ434回目の放送、ナビゲーターの正也でございます。さあ、この番組、沖縄県41の市町村の中の一つ、ここ読谷村、はい、その読谷村の情報をラジオで皆様にお届けする番組となっております。この番組を聞いて読谷村にぜひ遊びに来てねというね、本当にここでしか聞けない情報盛りだくさんで毎日お届けしている観光情報番組読谷ラジオなんですけども、本日10月10日、まあ過去はね、10月10日といえば体育の日とね言われていました。今ではハッピーマンデー化されてね、日曜日の翌日が体育の日となっておりますけども、10月10日、ね、体育の日と言われていた日でございますけども、まあ、いろんな記念日がある中、今日ですね、沖縄県では10月10日非常に考えさせられる日となっております。まあ、多くの方は体育の日というふうに、ね、思っている方もいらっしゃると思いますけども、今日10月10日は、戦後70年空襲から70年経った日でございます。はい、1944年10月10日南西諸島を襲った空襲から70年を迎えております。この空襲により那覇市は9割が、破滅するなど膨大な被害を受けたというふうな日になっておりますけども、まあ、那覇市以外でもですね、沖縄県全体、離島を含む沖縄県全体がこの空襲の被害を受けております。そういう日となっております。本日の、琉球新報沖縄タイムスの方からの記事を、少しご紹介したいと思いますけども、沖縄県の、新聞の沖縄タイムスの中からちょこっと紹介していきたいんですけども、まず20面にありますけども、こちらいろんなこの各、市町村でその空襲を受けた方々の当時のお話のコメントが載っていたりですね、無防備の朝を迎えるという本当に想像ができないこのコメントが書かれていたり、山抜こうでき死を覚悟したというですね、そういう本当に、過去を振り返りたくない、でもそれを伝えなければ
ね、平和につながっていかないということで、そういう、思い、口を閉ざしていた思いを、述べた方々のコメントが載っています。10月10日空襲から70年、無差別弾の雨、家族作というふうにね、本日の沖縄タイムズ新聞に載っておりますので、こういうこともあったと、本土から観光にいらした方、ね、これをきっかけに、これを知ることで沖縄をもっと、ね、知って、この平和につながる部分もあると思いますからね、はい、ぜひ皆さん今日の沖縄タイムズぜひご覧になっていただきたいと思います。そして、22面の方にも、はい、記事が載ってますけども、ここ読谷村の、宇佐出身のですね、金城さんの、コメントも載っております。この読谷村24の自治会がありますけども、この宇佐区もですね、豪があったということで、その豪にいた生活のお話を、金城さんは述べられてますけどもね、私も実際にこの豪の跡地、宇佐のね、行ったことありますけども、今はね、その豪の跡形もないんですけども、この宇佐の豪というのはこの空襲で破滅してもう壊れてしまったという場所になってますけども、ただ空襲がなければこの場所は雨水を、はい、貯めて人々のこの生活用の水として親しまれた場所となってたということでね、私も訪れたことがあるんですけどもね、こういう、戦後70年10月10日という日をぜひ覚えてていただきたいと思います。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ沖縄県読谷村の良さをがっつりお伝えしていく番組となっております。はい、本当にこのラジオでしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしていきます。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この後の番組の流れご紹介しましょう。この後ドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。 CM を挟みましてコーナー読谷何でも調査団お届けしますよ。今日はね、大人チックな穴場スポットのご紹介をしていこうと思っております。その他、読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報盛りだくさんでお届けしていきますけども、気になるね、台風、このままの進路で行くと沖縄上陸あるかもしれません。まあ、ところどころに、まあ、台風情報も交えながら皆さんにね、注意の呼びかけもしていこうと思っておりますので、はい、ラジオは 78.6MHz FM 読谷でお付き合いよろしくお願いします。本日のナビゲーターはマサヤでございます。ねえ、何して遊ぶ？何がいい？じゃあ缶切りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ？観光情報番組読谷ラジオ知らないの？マジ今から聞く観光情報番組読谷ラジオ。さあ、観光情報番組読谷ラジオをお届けしていきます。もう台風が来るって分かってるってことなのでね、備えあれば憂いなしですよ皆さん。で、観光で沖縄にいらした方もね、どういう場所が避難場所になってるのか、まあ泊まってる宿泊先のスタッフさんに聞いたりね、自分でその安全確保を前もってやるっていうね、来るのを分かってるのにやらない、来てからやるっていうのはね、おかしな話なので、ぜひ注意していただきたいと思います。時刻は9時9分になっております。さあ、気持ちのいい天気とは裏腹の最高なノリノリ、なんだろうな、ディスコナンバーじゃない、クラブナンバーお届けしたいと思います。この曲です。観光情報番組読谷ラジオ、本日のドライビングナンバー、ベイビーバッシュ、サイクロン。Just like a psycho.
shaking that rumpa. And oh, you ain't know, she get lower than a muffler. Even with a girlfriend, the show stopping with a hustler. The way she move her body, she might see the Maserati. She wanna put it on me, trying to show me her tsunami. She make it hard to copy, always tight and never sloppy. And got her entourage and her own paparazzi. Now that she go again, riding through the stormy weather, you better button up if you wanna go get her. Cause it is what it is, everybody wanna love her. But when she pop it, boy, you better run for cover. She moves her body like a psycho, and she makes me wanna do it all night long. Going hard when they got the spotlights on, because she moves her body like a psycho, just like a psycho. She moves her body like a psycho. さあ今日のドライビングナンバーおかけしているのはベビーバッシュサイクロンでございます。曲はノリノリですけども、車で聞かれている方、ね、安全運転でよろしくお願いしますよ。風もだいぶ強くなってきております。これからもっと強くなる予報が出ておりますので、ね、ハンドルを持っていかれないようにスピードを保ちつつ安全運転でよろしくお願いします。本日のドライビングナンバーベビーバッシュサイクロンでした。さあ時刻は9時12分になっております。ここで皆さんに天気予報をお伝えしましょうね。まずは外境からです。沖縄本島地方の沿岸の海域はうねりを伴い大しけとなっています。高波に警戒してください。また沖縄本島地方では強風や高潮、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方は台風第19号の外側の雲域がかかり、曇りや雨の天気となっています。10日は台風第19号の影響で沖縄本島地方と大東島地方では荒れた天気となり、先島諸島では曇りの天気となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い大しけとなっています。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に警戒してください。続いて天気、本日10日北東の風強く、のち非常に強く曇り、時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴うと出ております。波の高さは7メートルのち8メートル、うねりを伴う。本日の日中の最高気温29度。今日の降水確率午前中 40%、 そして、正午から夜にかけて 50% から 60% となっております。そして明日11日なんですけども、北東の風非常に強く、のち北の風非常に強く雨、昼前まで時々曇り、ところにより夜非常に激しく降ると出ております。さあ CM を挟みまして、台風情報皆様に、オープニングで CM 宛てにお届けしていきます。はい、観光で沖縄にいらした方もそうでない、全ての皆さんにその情報をお伝えしていきますので、ね、まあ読谷の情報も一緒にお届けしていきますので楽しんでいただきたいと思いますよ。それでは行きましょう。一旦 CM やいびん。
ママ、あと一杯くれ。あなたも今日は飲みすぎよ。いや、いいんだ、今日は飲みたい気分なんだ。ママ、あと一杯くれ。そんなに酔いたいなら観光情報番組読谷ラジオ聞きな。ママ、一本取られたな。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあ、コーナー何でも調査団に行く前に、ここで皆さんに台風情報をお知らせしましょうね。大型で非常に強い台風第19号は11日には非常に強い勢力で沖縄本島地方や大東島地方に接近する見込みです。沖縄本島地方や大東島地方では11日は暴風となる恐れがありますので、早めの台風対策が必要です。大型で非常に強い台風第19号は10日3時には沖縄の南にあって、1時間におよそ10キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は920ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径190キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。また中心から半径560キロ以内では風速15メートル以上の強い雨が吹いています。台風は今後北上し、11日には非常に強い勢力を保ったまま沖縄本島地方や大東島地方に接近する見込みです。その台風にあたり、沖縄県嘉手納警察署から台風接近に伴う注意のお知らせです。今週末にかけて台風第19号が沖縄地方に接近する可能性が高く、水難事故の多発が危惧されることから、県民観光者の皆様へ注意の呼びかけとして、決して海岸や岸壁等に近づかない、決して遊泳はしないよう固くお願いいたします。また台風の接近時だけではなく、台風通過後においても風雨や波が急激に強まることから、容易に波を見に行ったり遊泳することがないよう注意する必要があります。なお、台風が遠くにあっても絶対に海に近づかないでください。皆さん、決して海岸や岸壁等に近づかない、決して遊泳しない、ね、絶対に海に近づかないでください。以上、台風情報でした。読谷、何でも調査団。さあ、時刻は9時20分ね、9時20分になりました。ここからはコーナー読谷何でも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発展と触れ合いということで、あなたの知ってよかったの枠を広げる読谷何でも調査団。今日はね、本当にね、素敵なお店のご紹介、穴場となってるね、読谷村の穴場スポットの、はい、紹介をしていこうと思っております。詳しくはこちらお聞きください。ウィンチクシ、今日は素敵な、お店にお邪魔しております。そのお店のスタッフのこの方からインタビューをしていこうと思っております。自己紹介お願いします。はい、青森パブ読谷物語で働いている川島です。よろしくお願いします。読谷物語、青森パブなんですか？そうですね、青森パブです。なかなか最近は聞かないんですけども、読谷物語青森パブ、どういうお店になってるんですか？はい、パブといっても基本的には居酒屋、お酒や沖縄の料理を扱うお店なんですけれども、ただお店に条件がありまして、20歳以下のお客様は絶対にご入店できない感じになってますね。じゃあ大人のこの時間を過ごせるという。はい、その通りです。ちなみにこの場所は読谷村の戸屋にあるんですけども、このお店で出されている例えばさな、大人な雰囲気の中で味わえる料理とか、なんかメニューとかの紹介をお願いしたいんですけど。はい、当店は
やはり沖縄料理を中心にお店で考えたオリジナルの創作料理や読谷の名産紅芋を使った、こちら商品でいうと紅芋の牛ニラ揚げまんじゅう、リピーター続出ですね。これオリジナルですか？これオリジナルです。へえ、すごい。読谷村の特産品を使ったオリジナルメニューだったり、あとはまあ定番の沖縄料理も置いてます。はい、もうチャンプルーだったりラフテーだったり、あ、あるんですね、置いてますね、はい。実際にこの居酒屋ですか、まあ、パブですか、ご利用される方っていう年齢層どれぐらいですか？そうですね、一応やっぱり下は二十歳以上ということなので、二十歳以上の方からもうご年配の方まで幅広くですね。主に、まあ、観光者が多いというふうにお聞きしたんですけど。そうですね、半分以上の方は観光で来られたお客様がご来店してくださっています。ここだけにしかない、なんかおすすめというか他のお店にはないよ、ここにしかないよというなんか魅力があります？まずお店の雰囲気ですね。なるほど、雰囲気、どんな雰囲気？外見見ると一見普通のお家なんですけど、はい、もうそこ入り口入った途端にまずちょっともう個性あふれる、社長の個性あふれる道を、はい、通ってからのお店に入る、で入ってからもまたびっくりという。なんかこだわりっていうのもあります？そうですね、全部一応読谷の器もグラスもなんですけど、読谷のやちむを使ったり琉球ガラス作ったりですね。あと一番びっくりされるのは、入って正面に見える泡盛を入れてる壺、あの大きさには皆さんびっくりされてますね。実際に本当に泡盛を入れてるんですか？はい、継ぎ足し継ぎ足しで、お店でももう熟成されながら継ぎ足し継ぎ足しで。そうなんだ。実際飲むこともできるんですか？あ、もうお客様から注文いただいた泡盛は全て亀から。おほほ、マジですか、超いいですね。亀から出してからのさらにやちむんで焼いた、あーもう超うまそう。絶対美味しいです普通のがもう倍にも3倍にも膨らんで美味しいと思います。読谷物語、なんかあのキャッチフレーズがですね、あなたの素敵な物語を読谷物語で。そうです、もうお客様のその2人だけだったり、はい、皆さん大人数で来られたり、もうその空間を大事にした、ね、当店仕切りのないお店なんですけど、はいはい、照明もやっぱりちょっとこういい感じな、もう過ごしやすい感じで、皆様それぞれ楽しそうに過ごされてますね。なんかいいですね、話を聞いてるだけでも想像できて、自分もなんか大好きなんですよこういう空間っていうので、あのオリジナルの創作メニュー今紹介あったんですけども、ドリンクのメニューってどんなものがあるんですか？はい、オリオンビールから始まって青森は全て東蔵さんで揃えてます。はい、そうですね。で、はい、ザンパです。あとうちのオリジナルカクテルは青森のザンパ30度をベースにした全てオリジナルカクテルとなってますね。はい、これもオリジナルのカクテルなんですか？すごい。甘口、やや甘口とかってメニューあるんですけど、何が一番人気あります？多分全部美味しいと思うんですけど。そうですね、人気があるのはやっぱりパイナップル55ですかね。おー、パイナップル55っていうメニューがあるんですか？そうですね、本当に生の生パインを使ってる、甘さ、甘めが好きなお客様には大人気ですね。この甘さとこの泡盛の渋さでカクテルってなかなか、なんか想像しただけ美味しそうですけども、実際にじゃああれですか、アキナさんも飲んで美味しいなって思うやつですか？あ、もう絶対美味しいです。あ、そうなんだ。そうか、あなただけの空間をここで味わっていただきたいと思いますけども、ちなみに定休日ってあります？定休日当店は日曜日とさせていただいてますね。日曜日なんですね。分かりました。じゃあ日曜以外の日は全て空いてるということで、営業時間とそして、電話番号をお願いしてもいいですか？はい、お店のオープンは、17時、はい、5時からですね、はい、でお店の閉める時間は12時とさせていただいております。はい、電話番号は、はい、956-1168、はい、違います、これですね、はい、今のは違う番号で、はい、はい、じゃあ取り直しでもう一度、はい電話番号は
098-956-0002 となっております、はい、もう一度じゃあ、はい、098-956-0002 です、はい、ありがとうございます。皆さんね、ぜひ本当にあなただけの素敵な物語をこの読谷物語で、過ごせると思います。じゃあ明さん、最後にこのラジオを聞いてる人に PR をお店に来てくださいっていう一言お願いします。はい、私たち読谷物語はお店の雰囲気からお料理 お飲み物まで皆様の思い出のお手伝いをできればと心待ちにお待ちしておりますので、はい、ぜひ沖縄に来た際、読谷に来た際には足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、お待ちしております。ありがとうございました。泡盛パブ読谷物語スタッフの川島明さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこのお店ね、パブという名の居酒屋なんですけども、本当に大人の空間を味わえる場所となっています。でもちろん出てくる料理、うちな料理からオリジナル料理もそうなんですけども、美味しくいただきながら読谷村の、ね、特産品の一つである琉球泡盛残波比嘉酒造の泡盛を飲む、ね、その比嘉酒造の残波をベースにしたカクテルもオリジナルであるというね、こういう美味しいお酒と美味しい料理を読谷村にある読谷物語で味わってみませんか。お問い合わせ電話番号が 098-956-0002 098-956-0002 となっておりますよ。本当に素敵な空間が広がっております。あなただけの物語を読谷物語で作ってみませんか。ということで本日の読谷なんでも調査団、泡盛パブ読谷物語のご紹介でした。おい、もう泣くなよ笑った顔見せてくれよ。一緒に観光情報番組読谷ラジオ聞いて楽しもう。ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオ。あなたも沖縄を体験、紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが、楽しいがいっぱい、
体験王国紫村でございます。紫村ね、まあ、こういうどんよりした天気、雨が降っても楽しめる場所となっておりますよ。今の沖縄と昔の沖縄を同時に味わえるテーマパークとなっております。読谷村高志峰にある体験王国紫村の情報を皆様にお伝えしていきますけれども、このコーナー一緒に、ね、進めていただくのは紫村が生んだ歩くイケメン、咲かぬなら咲かしてみせよイケメンがでおなじみ、もうこのキャッチフレーズは名付け親の私を通り越しても自分で言うようになってるというね、この方でございます。おはようございます。おはようございます。体験王国紫村国吉純です。決して自分では言ってません今日もよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。国吉純さんです。純、はい、さん、はいはい、台風チャースが、あー困りましたね。19号よ。あー困った困った。このまま行くともしかしたら本当にも影響があるのかなという感じなんだけど、もう明日から大荒れですよ。そうですよね、せっかくの週末なのに。なんか各地祭り等も中止が決定されているという。そうそうそう、ね、弓谷村でもさ、はい、もう今月はいろんなあのイベントごと祭りごとが週末にあって、先週はモンゴル800の、そうですよね、はい、What a Wonderful World、まあ、無事に開催されたんですけども、うん、はい、今週はちょっとな難しいような感じでもあるんですけども、はい、どうですか、あの紫村さんでもこのイベントごと開催するにあたってこの天気に左右されること多いと思うんですけども、はい、その時のなんか対応とかってあるんですか。はい、紫村はですね、園内、昔の琉球王朝時代を再現した町並みがございまして、はい、そちらの、赤瓦の建物が、うん、一つ一つが体験工房ということでなってるね、はい、琉球ガラスができる工房であったり、うん、三線が、作れる工房があったり、うん、でまた瓶型とかですね、さまざまな体験工房ありますが、まあ、紫村 の、 あの体験メニューの中にですね、まあ、こういう工芸体験以外にもマリン体験というのが、ございまして、まあ、本土から来る、修学旅行の皆さん、その方々が、シュノーケルの体験やダイビングの体験など、ほうほう、はい、そちらも開催はしてるんですが、残念ながらやはりこういう天気になってくるとですね、この時のね、うん、やはりマリン体験が中止できないという、はいはい、やっぱ皆さんの安全が一番ですからね、はい、そうですね、なりますので、まあ、そういった時にですね、うん、やはり、まあ、亡くなって残念、はい、やっぱなりますね、うん、終わりというわけではなくて、うん、そこから、まあ、紫村のですね、強みであるこの体験メニューの豊富さで、はあはあ、じゃあできなかった今度振り返りで、うん、別の体験をじゃあしましょうということで、はい、そこから皆さんが、ね、はい、この代替案ということでですね、うん、はい、今度は、文化体験シーサーを作ったりとかですね、はい、そういう体験に、まあ、振り返って、うん、皆さんその時間ですね、しっかりまた沖縄を満喫していただこうというふうに、うん、はい、対応はしておりますので、こういった天気 で、 です、ね、うん、若干、はい、マリン体験怪しいという形になればですね、まあ、そういう団体の予約の皆さんは、当然振り返っていくんですが、もちろん一般のお客様もですね、うん、やはり、まだまだ、沖縄海でも遊べますので、うん、それ行こうかなと考えていただいた方がやっぱりちょっと難しいので、うん、なんかまた別な沖縄の体験をしに来るっていう形ですね、入園が逆に増える傾向も、うん、はい、紫村は特徴としてはございます。ね、やっぱり、ま、キャッチフレーズなのか分からないですけど、パンフレットにも載ってます、はい、体験王国紫村32の工房、101の感動体験テーマパーク、雨でも遊べる紫村というふうにね歌ってますからね、これこそ沖縄を体験できる場所になってますよね。園内入ると一つの本当にもう村町になってて、また違う空間にタイムスリップしたかのような中で101の体験ができる、まあ、今日みたいな天気も台風が近づいてる、マリンの、ね、遊びができない日でもいろんなこの101の体験で、101あったら逆にあれだね、はい、迷うね。そうですね、すごい迷うね、はい、結構本当に2種類たくさんあって、うん、まあシーサー一つにしてもですね、うん、まあ、素材がいろいろ漆喰であったり、ね、はい、焼き物であったり、うん、いろんな素材作るシーサーありますので、うん、そういったまあ見ていただいて、うん、実際に、気に入ったのがあればですね、うん、そちらでまあ受付して体験がスタート、しますので、うん、お客様もまあこの時間に間に合わせてこないといけないというわけではなくてですね、まあ、受付時間内9時からオープンして、うん、まあ、夕方の5時ですね、最終受付までにですね、はい、お越しいただければ、はい、園内を自由に見学していただいて、うん、で体験気に入ったものがあればその場で受付してスタートと
という形になりますので、まあ、お気軽に、うん、はい、立ち寄っていただきたいなと思います。そう、ジュンさん、あのさ、はい、あの馬とも触れ合える場所もあり、沖縄を感じられるものもあり、はい、あとね、スピードの向こう側を体験したい方これね、はい、ここでしか絶対味わえない、あのなんだろうな、本当に本物レーシングカート、そうなんですよ、体験というのも実は紫村あるんですよ、はい、これ本当に本格的だよね、はい、こちらはですね遊園地にあるものともう全然もう違うそうですね、本当にモータースポーツの一環の、うん、はい、このレーシングカートの体験ができますので、はい、フルサーキット、そうなんです、マシンもですね、はい、海外から直輸入した、うん、はい、あの最新型のマシンが揃ってますので、ぜひあの本当にかっこいいマシンで、早いよね、はい、で本当にあの地面とですね、はい、車体があまり低いので、うん、本当体感速度はですね、そう、かなりの速さを感じられるという形でですね、漫画でさ、はい、ぶっ込みのタクってあったわけあの中学の時見てたんだけど、はい、この時さスピードの向こう側っていうね言葉をね覚えてね、はい、あ、これだって思いましたね、あ、スピードの向こう側ってなるほど、懐かしい、何の話してるんですか分からないですけど、だこういう本当に本物のレーシングカート体験もできる、はい、ただ雨天の場合は中止となります、はい、ちょっとですね、はい、はい、こちらも、雨天の場合、まあ、あとは路面がですね、うん、濡れている状況だとですねちょっと走行が、難しいですので、うん、ちょっと中止という形になりますので、今日のような天気でまだ全然雨も降ってません、路面も、ね、はい、乾いている状態であれば、うん、はい、実施は行ってますので、うん、サーキットの方はオープンが今から10時からという形になりますので、はい、はい、この番組終わってからの、うん、はい、営業スタートとなりますので、本物の、はい、ぜひお越しください、はい、でジュンさん、動物ともできる触れ合いってお話したんですけど、はい、最近、はい、乗馬クラブの馬さんに乗って、はいはい、パカパカ歩いてる人を見ました。私、そうですか、先週、なるほど、はい、いいことがあるはずですね、いいことがあるはずですねってちょっと体験してた人がいたなんでいいことが見たんですよね、見た私がいいことがあるってこと、はい、そうです、あら、はい、そうなんだ、ジュンさん、はい、携帯はあのバイブにしてくださいね。僕じゃないよろしくお願いしますよ、はい、あ、もうこういう馬との触れ合いもできる体験テーマパーク紫村で、ジュンさん、あのちょっと台風の話になるんですけど、はいはい、紫村はホテル紫村も、はい、完備してあるんですけども、これ台風時の宿泊に関して対応というのはどういうになってますか。そうですね、紫と村にはですね、ホテル紫村という、うん、まあ、宿泊施設も、ございまして、はい、こちらがもう和洋室のですね、本当、うん、大部屋で、2人からご利用いただけますので、はい、また小さいお子さんとかいるとですね結構、この和室が、喜ばれている、うん、場所になって皆さんゆったり過ごせているというふうにお声はいただいてますが、そういう場所でですね、まあ、台風というか災害時ですね、万一、まあ、停電等があった場合もですね、そうだね、もう考えられるね、まあ、はい、ホテル紫村はあのまた自家発電も、準備してますので、あ、なるほど、ね、そちらは、はい、しかも皆さんはある程度な、うん、はいはい、ちょっとあの一部ですね、やはりあのちょっと電力を抑えるために使えない部分もありますけども、うん、はいはい、なるべく、はい、不都合がないように快適に、うん、まあ、過ごせるような、なるほど、はい、準備はしてますので、はいはいはい、安心して、はい、お越しいただきたいなと思いますが、やっぱりあれですか、やっぱ缶詰状態になるというのは本当に苦痛というか、はい、もう時間を持て余してせっかくの旅行も台無しになるんですけども、うん、そうですね、何かこの時間を利用した、はい、なんか楽しい企画というか台風特別企画みたいなのもなんかあったりするんですか。そうですね、うん、そういったのもですね、はい、考えるというか、まあ、うん、本当で何か、楽しめるようなものをですね貸し出したりとかですね、うん、まあ、その都度、はい、その都度ですよね、要望いただいて、うん、ただ園内もですね、うん、体験は、すぐ、まあ、園内の中にホテルはありますので、うん、すぐ、はい、お気軽に、そうだよね、ホテル宿泊者の皆さんは自由に、うん、出入り可能ですし、うん、体験をしていただきたいではありますが、はい、こちらも園内もやはりこの台風 の、 暴風域とかそういうまあ情報に合わせてですね、うん、やはり閉園とかの可能性も、うん、ありますので、はい、そういった部分はやはりもうちょっとご了承いただく場合も、はいはい、ありますが、なるほどね、なるべく皆さんに、はい、楽しんでいただけるように、うん、はい、取り組んではいます。遊べて泊まれて安心できる大峡谷紫村、はい、で、じゅんさん、はい、それだけではない、もう今の時期秋ですよ、はい、秋といえば食欲の秋、はい、国吉の秋でございますということで、
秋にちなんだ美味しい食事もできる、ね、はい、レストランもあるということで、その情報もお願いします、はい、紫村にはですね、レストラン大輝という、はい、バイキング専門のお店が、ございます、はい、こちらですね、また地元の皆さんにも多く利用していただいてまして、はい、大人が1080円でですね、うん、安いよね、はい、沖縄料理、チャンプル料理からですね、沖縄そば、タコライス、はい、そして、まあ、親に欠かせない中身汁など、うん、も準備してますし、ね、中身汁、はい、で、まあ、一番人気は何といっても、手びちの煮付け、はい、がございまして、そちらを皆さん食べにですね、本当南部の方からお越しになる地元の皆さんもいらっしゃいますし、そうですね、村外の地元の方も非常に多いですからね、はい、訪れる方はね、そうなんですよ、ご飯食べに、はい、プルプル手びちで、はい、お肌プルプル、そうなんですよ、あの時のようにあなた好きって言ったじゃないっていうね、はい、そういう、はい、まさにバイキング食べ放題の場所もありますし、また園内にはですね、武家屋敷ジャナテという、うん、赤瓦の、お家がありまして、うん、そちらの中で、そう、はい、こっちにもお食事が取れる場所がございます、はい、ところ、こちらの内容はまた沖縄そばを中心にですね、はい、うん、沖縄そば、ソーキそば、そう、チャンプルー、はい、そしてジャナテのさ、はいはい、豆腐チャンプルー食べたことある？ないですね。ない？はい、とかジャナテはあれです、ヤギ汁です。ヤギ汁か、はい、ヤギ汁挑戦というか本当に美味しいので、そうですね、うん、食べていただきたい、ぜひ。またジャナテのヤギ汁はですね、うん、まあ本当に匂いを抑えたというか、うん、はい、ちょっとそうさっぱりした形の初めての方に、まあ、食べていただきたいような、うん、そうだよね、はい、味付けで、これにさ、よもぎフーチーバー入れてよジョン、塩たっこんでよ、はい、飽きちゃうよな、サルヤ、そういう形で紫村は食べるところも、はい、準備してますので、うん、ぜひお気軽にですね、はい、体験して食事をして、またあと体が疲れましたら、うん、あと銭湯お風呂もです、そうあるんだよ、中にはございます、うん、そちらで、体も癒してですね、うん、はい、沖縄の旅行ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、読谷村の中にもう一つの村があると言っても過言ではない体験王国紫村。お問い合わせ電話番号が098-958-1111、 098-958-1 が4つにお問い合わせください。読谷村高志穂にある体験王国紫村、咲ぬなら咲かしてみせようイケメンが、ね、食欲の秋、国吉の秋、国吉純さんでした、ありがとうございました。え、国吉の秋なのか、畑も疲れるからちょっと休憩しようかな。おり、なんでこれは。 Hello? はい、はい。 Hello, excuse me? はい。 Can I ask you something? あ、いやな、おじさん英語わからんけど、I'm from United States. And then, 何で
I heard that Yomitan village is really good place. 待って。観光情報番組っていうのを聞いたらいいよ。わかった。What's going on? What's going on? I don't know how to say. Okay. What's going on? I can understand you. Ah, no, no. 観光情報番組、読みたんですよってば。わかった。I don't know. That's okay. なるね台風、今後の台風の、ね、動きにご注意ください。大型で非常に強い台風第19号は11日には非常に強い勢力で沖縄本島地方や大東島地方に接近する見込みです。沖縄本島地方や大東島地方では11日は暴風となる恐れがありますので早めの台風対策が必要です。気をつけてください。はい、さあ、まあ、台風の影響で読谷村、明日そして、週末に、まあ、イベントごとが盛りだくさんあった中で中止だったり延期だったりするものが多くあるんですけども、それでも本日10月10日お得な情報あります。皆さん今日だけです。一夜限りの読谷村そべにございます居酒屋ごさまるが本日10月10日をもちまして4周年を迎えることができました。ありがとうございます。そこで4周年アニバーサリーといたしまして、今夜限りオールタイムビールが53円オールタイムですよ。その他にも牛ステーキが通常価格はいくらか知らないんですけども、熱々の鉄板で焼かれた牛ステーキ 200g がなんと530円。多分これぐらいのねグラムとアンガス牛ステーキだったら1000円は超えるでしょうね。それが530円ということで、まあ、その他にもいろんなメニューがねその、アニバーサリー記念といたしまして豊富にありますので、読谷村そべにございます居酒屋ごさまるぜひ足を運んでいただきたいと思いますよ。これ今夜一夜限りとなっておりますね。皆さんぜひごさまる、まあもう混み合うと思いますので、ご予約はお早めにお願いしたいと思いますよ。電話番号も伝えておきましょうね。 098-957-0530 居酒屋ごさまる電話番号が 098-957-0530 となっておりますので、皆さんぜひね居酒屋ごさまるビールオールタイム53円とお前安くね、ね、はい、ぜひ行って皆さん盛り上がっていただきたいと思いますよ。そしてねこれ、来週なんですけども、世界遺産に登録されているザキミ城跡、その周辺、まあ、ザキミ城に続くこの一方通行を歩行者天国にした第5回ザキミ城通り、ザキミグスク通りですね、失礼しました、ザキミグスク通りふれあい祭りが来週土曜日19日に行われます。開催時間が正午12時から、夜7時までとなっております。入場無料です。はい、ザキミ城、駐車場では舞台も設置しておりましてね、いろんな催し物パフォーマンスも繰り広げられますけども、この何でしょう、ザキミ城市に続くこの、ね、通りをいろんな屋台が埋め尽くしているということで、まあ、読谷の特産品だったり、東出小物、いろんなものが触れ合える屋台村もありますので、ね、なかなか、ね、歩く機会がないという方もこの歴史を感じながら一歩一歩足で、ね、踏みしめながら楽しめるイベントとなっておりますので、10月19日
日曜日となっておりますよ皆さん。第5回ザキミグスク通りふれあい祭りにお越しください。お送りしてきました観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村の提供でお送りしました。さあ台風も近づいてきております。早めの台風対策が必要ですということで、 FM ユタンでは、もし台風が来た場合毎時30分台風情報を皆様に、お届けしておりますので、台風が来た場合は来なくても 78.6 メガヘルツを聞いていただきたいと思いますよ、ね、そして安全で皆さんが楽しい、時間を過ごして、沖縄を満喫することを願っているナビゲーターのマサヤでございました。それでは沖縄県を楽しみつつここ読谷村でお待ちしてます。また後からや。明日もあるからね、聞いてね。